このエピソードは実在のアズエル霊園関連作とはパラレルの関係です。自由に楽しんでください。困ったものね。いいアイデアが思い浮かばないわ。ヨクタン姉さん、何を悩んでるの？あ、いいところに来てくれたわ。今度のクリスマスに向けてね。え？クリスマス？まだ結構先だけど、プレゼントを贈ろうというの？プレゼントはプレゼントで贈るつもりだけど、それよりも大事なのがエンタープライズ用のサンタの衣装。ああ、そうか。サンタ役をやることが決まってるんだ。ええ。妹に似合うものを見繕っているのだけど。あ、衣装のデザイン画だ。何を着せるにしても似合ってしまうのね。ああ、羨ましいわ。よくたん姉さん、またいつもの。どうかした？いえ、別に。衣装作成ならハムマンも協力させてくれない？あれも立派にユニオンのためだからね。ええ、そうよ。衣装の素材は買い込んであるから、作るのを手伝ってくれると嬉しいわ。忙しくて私はなかなか時間が取れないし。わかった。サンタ衣装制作頑張る。それなりのものを作ろうとすると思いのほか難しいぞ。あら、同じ色の布を切らしてしまったわ。このままだと途中から色が変わってしまう。この衣装はおしまいね。せっかくここまでできたんだ。着られそうな子に渡そう。布の面積が少なすぎるから体の小さい子じゃないと無理ね。誰がいいかな。この服、私に合わない。元気でスタイルがいい子にも渡したいぞ。なになに、季節外れのサンタさん降臨。後でもらった衣装でライブするね。イエス、ファンタスティック。ものすごく喜んでいてくれたわね。うんうん、みんな似合うな。他の陣営の子にも渡したらどうかしら。試しに後でロイヤルのコメットちゃんたちにも渡しておきましょう。他にも似合いそうな人の心当たりがあるぞ。ミネアポリスに、ノースカロライナに、それからそれから獣王の。うわー、可愛くてかっこいい衣装のセット、素敵です。アカツキちゃんたちにも渡しておきますね。いっぱい衣装を配れたわね。そういえば肝心のエンタープライズの衣装制作がまだだけど。またどこかの機会にゆっくり一緒に作りましょう。頑張ってくれたご褒美に美味しいケーキをいっぱいご馳走するわ。